レジーア・アバークロンビーは、アメリカ合衆国上ジ,ジア州コロンバス出身の元プロ野球選手。ウトを右ミギウチ。1999年の MLB ドラフト23巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名を受け、翌2000年に、ドジャースに入団する。同年は、マイナーリーグのルーキー・アドバンスド級パイオニアリーグで、プレーした。 54試合の出場はチームで8番目だったにも、かかわらず、チーム最多、リーグ2となる32盗塁を記録するなど、存在感を示した。2001年は階級を2つ上げ、クラス A 級サウス、アトランティックリーグで125試合に出場した。チームで唯一となる2桁本塁打を記録するなど、右翼手、中堅手のレギュラーとして活躍した。この年のチームメートに、 あとに、MLB で1000アンダー、100本塁打などの実績を上げる、シェーン・ビクトリーノや、2009年の WBC に、ドミニカ共和国代表として出場した、ウィリー・アイバーラがいた。2002年はさらに階級を上げ、アドバンシド A 級フロリーダステートリーグで、主にプレーした。132試合に出場し、いずれもチーム最多となる145アンダー、133、塁打。 41投類といった数字を記録した。一方で、三振数158は2位に36個差をつけてのリーグ1位だった。守備では、前年同様右翼手を中心にこなしたが、中堅手の守備にもついた。アイバーとはこの年もチームメイトだった。また、AA 級での試合にも一試合出場した。2003年は、AA 級、サザンリーグに所属する。 ジャクソンビルサンズで年間通じてプレイし、チームトップの15本類が28盗塁を記録するなど AA 級でも数字を残した。ただ、この年もリーグ1位の164三振を喫し、支球の数はその10分の1以下となる16に止まるなど課題も残した。2004年シーズン途中の7月31日にアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍する。 この年は、マイナーリーグの3つのチームで、合計104試合に出場し、打率25、252.12本塁打、51打点、27盗塁という成績だった。2005年4月6日に、フロリダ・マーリンズへ移籍する。この年は4月から7月まで、アドバンスド A 級で、7月から9月まで、A 級でプレーし、125試合で25、本塁打を記録。 超打率でも自己最高となる484をマークした。2006年はスプリングトレーニングで打率358と好調だったこともあり、トリプル A 級をパスして MLB デビューを果たすこととなる。4月4日にミニッツメイドパークで行われた開幕2戦目のヒューストンアストロズセに8番中堅守で先発出場し、 4回表の第2打席に、アンデペティットから、メジャー初アンダを記録した。9回表にも、左翼へアンダを放ち、MLB でのデビュー戦は5打数にアンダだった。その後あたりが止まり、4月5日から4月18日のシ、新シナティレッズ戦の第2打席にかけて22、打数連続無安打という不振に陥るが、この試合の、第3打席で中堅への2点的地打を放ち、 二週間振りの安打を記録するとともにメジャー初打点も記録した。翌19日のレッズ戦では6回表にメジャー初本塁打を5月1日のフィラデルフィアフィリーズ戦ではメジャー初盗塁も記録した。5月は打率272.10打点、出塁率350とまずまずの数字を残したが6月は20試合に出場して 安打を記録したのが3試合に止まるなど、月間打率、129と再び不振に陥り、その後も調子が大幅に上向くことはなかった。7月下旬以降はスタメンを務める機会も減少し、9月の打席数はわずかに4だった。年間を通じて MLB に在籍し、111試合に出場したが5本類だ、6盗塁と、 マイナーリーグ時代の持ち味を発揮できたとは言い難い、結果に終わった。2007年は開幕をトリプル A 級で迎える。5月に MLB へ復帰し、当初はスタメンを任されるが、打率は2割台前半をさまよい、6月には再びトリプル A 級へ降格となった。9月に MLB へ再度昇格すると、主に代打として11打席に立つも1安打に終わり、 シーズンでは35試合打率197と前年と比べてのきなみ数字を落としてしまった。一方、トリプル A 級では93試合の出場ながらリーグ最多の41盗塁を記録し、打つ方でも打率323.17本塁打などの数字を残した。2007年10月11日、ヒューストンアストロズへ移籍。二千八年も 開幕時点ではマイナーリーグにおり MLB の試合に初出場したのは6月7日だった。7月に一度トリプル A 級へ降格するなど8月終了時点では打率200出塁率219といった厳しい数字が並んでいたが9月に入ると一点好調になり12試合25打数で打率440出塁率 481を記録した。また、この年に MLB で決めた後盗塁はすべて9月に入ってから成功したものだった。結果としてシーズンでは34試合、打率309という数字を残したが、打席数は前年よりもさらに減少した。シーズン終了後の12月にアストロズと再契約を結んだ。2009年、 トリプル A 級のパシフィックコーストリーグに所属するラウンドロックエクスプレスで主に右翼種レギュラーとして134試合に出場した。しかしチームトップの26盗塁を記録した以外は目立った数字を残すことができず4年ぶりに MLB での試合出場なしに終わった。11月9日にフリーエージェントとなった。2010年は独立リーグのアメリカンアソシエーションに 所属する、スーフォールズファイティングフェザンツでプレーし、打率、328、そしていずれもリーグ3位となる22本塁打、90打点、34盗塁を記録。チームの地区優勝に大きく貢献した。2011年3月には、メキシュカンリーグでも試合に出場したが、5月以降は、再びファイティングフェザンツでプレーした。打率、304.17本塁打、 66打点と、前年より、数字は落としたが、33投類は、リーグに位体だった。2012年3月から7月にかけて、メキシカンリーグ南地区のプエブラ・パロッツで82試合に、出場。5月末には5試合連続、21打数、無安打という時期もあったが、総じてコンスタントに結果を残し、いずれもチームトップの21本塁が、21。 盗類を記録して実力を示した。7月30日に再度独立リーグのファイティングフェザンツに復帰し、9月3日までプレー31試合の出場ながら打率。336.31打点と、こちらでも打撃は好調だった。2013年3月から4月にかけてはパロッツに、4月から6月にかけてはパロッツと、 同じく、メキシカンリーグ南地区に所属するタバスコキャトルメンに在籍した。パロッツでは19試合で打率。263と今一つの結果だったが、キャトルメンに入団後は7試合連続安打を放ち、この間に打率。500.4本類が13打点と数字を荒稼ぎした。その後はまた低調な時期が続いたこともあり、2チームでの合計では58試合、打率。 288.11本類が47打点という成績だった。その後、前年と同じく7月30日にファイティングフェザンツから名称を変更したカナリーズに復帰、独立リーグで約1ヶ月間プレーした。カナリーズでの成績は30試合打率、298.7本類が26打点だった。 2014年4月はメキシカンリーグ北地区のモンクローバスティーラーズでプレー最初の9試合では全ての試合で打点を挙げるなど打率390.4本塁が16打点と大当たりだったがその後は調子を落として打点も稼げずトータルでは16試合打率314.16打点という成績だった。 オプスは1.053という高い数字を記録した。5月に独立リーグのアメリカンアソシエーションに所属するウィニペグゴールドアイズに加入。100試合に出場し、共にチームトップの19本類が74打点を記録。チームの得点源として結果を残した。2015年はカナディアン・アメリカンリーグのサセックスカウンティー・マイナーズと契約。 7月18日にウィニペグゴールドアイズと再契約し、9月8日にはトレードでアトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスに移籍した。2016年からウィニペグゴールドアイズに復帰、2019年限りで引退を発表した。守備に関してはガイアの3ポジションであるレフトセンターライトのすべての経験を有するが、マイナーリーグではライトを最も多く守っている。 一方で MLB ではセンターの守備についた回数が最も多く2010年に独立リーグやメキシカンリーグでプレーを始めてからも出場したほとんどの試合でセンターの守備を務めている2006年にマーリンズでメジャーデビューを果たしたがこの年にマーリンズでメジャーデビューした選手の中にはこの年の新人王に輝き2009年に 首位打者を獲得したハンリー・ラミレス。2010年に最優秀防御率を獲得したジョシュ・ジョンソン、兄弟の二類手、ダン・アグラなど、早々たる顔ぶれが揃っていた。ありがとうございます。